てでてってでって、はい、どうも引き算引き語り術。2週目はですね、2週目というか今回は、まあ、今月は1頭やっておりますけれども、中島みゆきさんのピアノの弾き語り、パート1、パート2、パート3とご覧いただいたかと思いますけども、自分で見てても思いましたね。パート2とパート3の違いがあまりわからないみたいな。あれと。でもよくご覧いただくと、ああ全然違うじゃないみたいな。どう弾き算か。でも1とパート1と2はですね、全然違うな。半分ぐらいしか弾いてませんね、弾き方で言うと。で、重要なのは弾いてる内容というか聞こえ方なんですね。で、今回譜面とか全くない状態でやってるので、ここもね一つのポイントになるわけですが、譜面があってやる場合、いわゆる譜面が正解というふうに捉えてしまうと、それ以外を弾くということは不正解になってしまうのではないかというですね、意識に陥りやすいのですが、そんな窮屈でいいのかと。そもそも音楽をするのに自由でいいじゃないか。ただ自由っつったって、好きにやれっつったって、どのやり方をしたらいいのかわからないというのが初心者の方のご意見かと思いますけれども、ちょっとずつ慣れていくと、自由にやること、それが良いかと思われます。で、今コード進行とかはですね、いろんな本を読んで、まあ、ネットとかでもあるんで、好きなものを選んでいただければいいかな。で、コードネーム的には聞いてて良ければいいかなって思ってる派です、うん。で、その辺はだからまあちょっとね、まあ、複雑というか、突き詰めていくと解釈では多分まあいろいろあるんですけれども、とにかくまあまあ1と2は聞いた感じが、聞いた感じするの分からないんですよねっていうあのメッセージもいただいたりしましたけど、それでいいんです。こんなに弾いてるのにとか、こんな弾き方だからというよりも、聞いてどう感じるかということが非常に大事かと思いまして、で、分かりやすく言うと、今回のサビだけなんですけど、歌ってるのはパート1は、なぜ巡り合うのかを、こんな弾き方をしております。で、パート2はなぜ巡り合うのかを、もう違いますね、分かりますね、数が違うので。まあこれは違いです。で、いろいろあのバラード、ちょっとまあこうしっとりした曲とかでも、左手がね、弾き語りというか、弾き語りじゃなくてピアノのソロの譜面でもこうね、こういうね、トーンスッとトーン、なぜやめぐりあう、こういうリズムを刻むパターンで弾かなければならない場合が非常に多いんです。で、僕はこれはちょっとバラードとか歌うのにあんまりいらないかなと思ってる方で、というのはリズムを出してしまうことによって、こう刻んでいってしまうというか、一人で弾き語りをしている時のこの浮遊感というか、それがなんか規則的に感じてしまうし、規則的に演奏しなきゃいけないと思ってしまうので、特にピアノはなぜ巡り、これで十分じゃねって思ってる方です、はい。で、2と3です。この違い、これは2の時はね、こう弾いてるんです。なぜ巡り合うのかを、実際映像で歌ってるのはサビですけれど、たての糸もあなたを。で、3の時の弾き方、
縦の糸もあなた。さあどこが違うかお分かりですか。もう一回弾きますね。ピアノだけ弾きますね。パート2こうです。パート3わかりました。これね、僕の手癖っちゃ手癖なんです。なんか自分で聞いてて、すぐわからなかったのは、僕の中ではこう、こう弾くときってすっごく意識しないとこう弾けないんですけど、こう弾いてしまうんです、普段から。で、これをちょっと覚えると、いいですよ。この、いわゆるまあポロロンって弾いてるわけですよ。ジャーンじゃなくてジャーンなのか。で、このじゃあどうポロロンと頭で考えてしまうとね、うっちょっとばらけることによって、でこれってね、勘違いされると困るのは、これが重要なのではなくて、弾き語りの場合、場合、最も重要なのは歌でございます、皆さん。なんかまあ、ぶっちゃけ、伴奏なくてよくなくないっていうね。伴奏なくてもいいかみたいな、歌で、でも。じゃあそこに、どのような彩りを添えるかってなったとき、最小限で最大の役割を果たしてくれる、弾き方がめっちゃおっされみたいなね、というふうに私思うわけでして、でまあいわゆるアルペジオ的なのをパート3をこの降りなすのいつか誰かも、ちょっとまあその押さえるコードのポジションのまま分散和音というか指を動かしてるだけなんですけど、これもで、譜面ないんで、譜面なくやってるので、どう弾いたらいいか最初はすごく慣れないんですけど、まあ、僕のところに通っていただいた生徒さんには、最初戸惑います。大体やりたい方、戸惑うタイプの方は、ピアノを以前に習ってて、幼少期の頃、ピアノ弾き語りをしてみたいという方は、それはなんか譜面にはしてもらえないんですか？譜面にしてしまうと、それしか弾かないじゃないですか。一人でやる最大のなんかこう自由さっていうのは、これね、自由になればなるほど大変っちゃ大変なんですよね。譜面があればそれに沿った練習をすればいいんですけど、ないって正解が導きにくいとか、自分の中でこう満足度というか不安もの要素も増えるので、というまあ僕的にはそこはもうがっつり引き算ですかね。例えば譜面上こう、まあこういうジャン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 、あの愛しのエリーみたいな感じで、これもすごく僕は好きですし大事な弾き方だと思うんですけど、いやいやそんなちょっと最初からできるかいなってなったら、これも初心者の方ですと、この曲のパターンで言うと1小節でサビは2種類コードが出てくる、まあコードが変わるので弾いてるポジションを変えなければいけません。大変じゃないですか、変わんの。縦の糸は
た。よこの糸は私重りで死ぬのはいつか。これが変化と言われたらん？ありって思えたなら自信を持ってそれをやってしまえばいいと思うんです。聞いて感じて OK なものを自分の中で正解と思えるようになるととっても広がるかな。ではちょろっと最後に、引くところはが、引き算しているところはがっつり引き算しておりますので、糸を巡り合うのかも。私たちは長にも死ねない、いつ巡り合うのかも。私たちはいつも死ねない、二つの物語。たっての糸はあなた、よこの糸は私、重りが死ぬのはいつか誰かも。温めるかもしれない、というわけでございましてね、今回今月は糸をお届けしております。あなたなりの弾き方、あなたが弾きやすい弾き方、模倣から始まっていくかと思いますけども、自由にやっちゃえばいいと思います。